コーチンロアマンガース、もういいよ。次インポスター来たら俺あの小北みたいになるから、三能戦に勝った後の小北になるからこの後フルコンは嘘みたいに負けたっつって弁当見られるから多分フルコンさんが弁当に入って出ていくの見ましたっていう感じになるか多分あ、押し負けた、よかった。どう、今僕完全に押し負けたと思ってたんですけど、俺も押し負けたと思ってたいらませんねでも結構時間経ってません、これ。そうですね、うん、いい感じでタスクできたよね。うん、最速じゃない、トータスをタスク、俺は待った、うん、ああアドミネに、アドミニでついて押さないからどっちか死んでるかと思っちゃった。いやいや。ちょっと欲張ってタスクやろうと思っちゃった。欲張るねーやー。よっしゃー。俺なんか普段湧かないとこに湧いてるわ。ゲンハイブリね。ピュッピュッピュッ。ゲンハイブリトータス。ゲンハイブリトータス。ゲンハイブリトータスね、はいはいはい、お、水高田さんやな、高田さん、高田さん、よいしょ、ピュ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 あいや、あぶちゃんね、ハイブリさん、ゲンさんと一緒にメインホールで最初は見てますが、時間は最初は見てますけど、あとはもう見てないですね。そうですね、あとで、ね、トータスさんはね、多分右です。あ、そうだ、トータスもそうだ。アーカイブかシャワーで見かけた記憶があります。うん、停電前ですけど、そうそう。同じくです。はい。どっちも右？どっちを右ので、フルコンさんが右かわかんないですね。あ、ごめんなさい、フルコンさんってどこ行きました？あの貨物の方行きました。そう、アーカイブで高田さんとすれ違ってラウンジで貨物っす。はい、もう一回ハイブリさんどこ行ったっつったっけ。メインではいて、メイン脇までは見てます。で、右上の除染か、うん、そうですね、配線かなんかやられてたと思います。私は配線だけやって右行きました。テラゾーシテンスナパイさんは確定しろです。2人で宿舎脇金庫で、最後寺蔵さんがヌーンを右に動かして僕がボタンを押し、うん、誰も見ず、ゆきっちゃんも無理なんじゃない。うん、あと慎太郎さん無理じゃないかな、左の武器庫で俺確認してるな、うんうんうん、この3人は左側で見てますね。これね、フルコンさんってかも、俺フルコンが貨物側に行くのを見ていて、で停電なって、ね、で停電開けて俺貨物のとこ行っていて、タスク2個上の方のタスクと下まで若干歩いたんだけど、フルコンってどこいたの？僕ね、トイレのタスクやった後貨物で、最終のあローミジュリ見たかな。あ、うん、そっち、あ、見てない、見てない。俺はなんか、うん、あ、ドミン情報あります？ないです。あ、もうないです。フルコン視認してないからあれと思っちゃった。僕も高田さんはアーカイブですれ違って以来は視認してないです。あ、だから、まあ、うん、対抗になるかもしれないです。いや、わかんないけど。わかんない。なんかあれ貨物なんだと思ってたから。だ、あ、位置的にも。お互いはお互いがやってそうな雰囲気あります？いや、わかんない。見てないから、うん、あれ貨物にいたのかなって思ったって感じ。ちょっと利益なんだ。グレイチではあるっていう感じですね。うん、左で排除できるのって誰だっけ？竹尾慎太郎、与々吉。ああ、じゃあもうなんか。まあ、疑わしいとこ作ってっていいような気もする。やりますか。そうですね。うん。うん、あ、俺から見たらもう、ゲンタカダやないけど、ゲンタカダで終わりでもいいぐらいの勢いなんやけど。じゃあ、サンローラーしてもろてもいいですよっていう話やんな。あ、もう押すか、じゃあ。ペペ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 ペ、じゃあ僕が押した方が良くない？ああ、マジか。あ、俺押すわ。うん、俺は押すわ。押した方がいいよね。多分。
ね。うん。うわ、はい。早っ。健康班だ。あ、健康班。うん。健さんでした。あ、健さんが慎太郎さん切ってるところを見ました。はい。おお。どこら辺です。うん、エンジンルームから僕が宿舎前通路にタッタッタって言ったら、最後の瞬間でしたね。健さんが上から慎太郎さんにスパッと。ああ。うん。早すぎません、レポート。僕が連打しながら言ってたから。早すぎません。肉が立った直後ぐらいにピンポンまでなってびっくりしました今。やった。まあプレイ。じゃあラスト。まだいらないで。あ、話そうなの？だって。ああまあ話は一度いる。あのさっきの位置取りで言うと、あの僕もう源さんと高田さんと僕でサンローラーしてもらったら終わるんじゃないぐらいの感じだったんでボタン連打してましたずっとミーティングで。はい。フルコンさん確かに上行ったけど。うん。うん。うん。高健の位置聞きたいですか。はい、そうですね。やっぱ赤晴れだな。エレキーです。普通やってました。でもね、原産で分かったんだったらもういいかなって感じがしたけど、あの初日だからやっぱ貨物で俺はフルコン見た記憶ないし、そのロミジュリーの辺も曖昧だったから、それなんか弁当使って左に行ったのかなみたいな。うんうん。普通になんか確かにちょっと曖昧でした。そう。あの実際ちょっとちゃんと覚えてなくてすみません。はい。え、これってラストウルフ誰だと思うみたいな話していい？はい、いいっすよ。これわかんないんだけど、なんで、なんか空気的に高田健士って感じがしてるけどそうなの？そういうもんなの？っていうか高田健士フルコンの両名は多分ボタン残ってるんで、次ボタンを押した方が若干白くなるんじゃないですか。あ、そう、あの押します、押します。はい、あの今押しません。お好きで押さずに白を取る。じゃあ僕もフルコンも押しません。助かわねえぞ。じゃあ押さねえ。カメラ見てやる。カメラを見てやる。スナパイさんがセキュリティ、はい。今もうなんだあれ。おい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 。ビビったか？ビビったー。高田健士フルコン2人ともキッチンで割っているんですけど。2人ともボタン押しに行かない。なかったっていう。挟まれたスナパイ、怖い怖い。やっぱ初日。に立ち返るとやっぱ見てないんだよな。貨物で俺しかも上から下に行っててフルコン見てないから、うん、うん、貨物にすでにいて死んでるならフルコンさんだし、まあもしかもう普通に移動したんじゃねえかなと思って、っていうかフルコンさんがさっき2キロ起こった時にミーティングにいたから無理じゃない。ああそれでミーティングに1人しかいなかった。それです。なんかえそうそうそれです。あ、僕ミーティング直行でずっと連打してて、誰か2人、慎太郎さんと誰かがもう来てて、慎太郎武雄フルコンでミーティング上がった時にミ、うん、リアクターが鳴って、うんうん、慎太郎武雄でリアクター左側にいたんだけど、慎太郎くんが途中でいなくなって原作に切られてる。あ、その時にね、ヨヨ吉が上上がってるわ。いや誰も見てないじゃないか。ちょっと待って、ヨヨ吉がってことはヨヨ吉さんの生存の情報を持ってるってことだよね。そうそう、ヨヨ吉その時にあの上上がってる俺なんか見たわ。そういや、なんでその情報出さないんだよ。いやいやいや、さっきいやいや、あのだフルコン、ね、多分 そんなに真に受けて返す話ではない。だって鬼木が下降りたもん。見てるもん絶対。いや、ヨヨ吉が100上上がったんで、これ待ってもう確定やフルコンで。あー、まあまあでも全然大丈夫なんで。まあ実は僕は切ってるんですけどね。大丈夫な大丈夫なんですか。切ってもらって。いやーそうだ、忘れてた、この情報出す。いいのかこの楽観的で。終わるんかーい。期待で遊ばれたんだけど。浮いたわ。浮いた。浮いた。あ、マジもういいって。あ、でも神様。こだって。胃が持たないよ。ちょっととりあえずもう俺ボタン押しに行こう。ビーン。
で奥のタスクやろうと。あっ、うん、よいしょ。あ、奥のや奥のタスクやらせてくれなかったんで、テラゾー黒です。はい、ウルコンさん押さなかったんで黒で。誰も死んでないとき元気やな、テラゾー。疑われる要素がないと。入る可能性を考慮しないとね。入れない。僕入れました。あ、ね、ですよ、俺。入れたかったな。なんで？俺も入れたけど。セルフです。セルフで入れました。やばい、重複になっちゃうよでも。ああ慎太郎さんとフェイクタスクの試合をするわけね、ここで。あ、押してくれてる。さすが。うん。ポン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 。照明か。やっちゃ。やったれ日産。この移動やばいかな。はい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 、はい、高田さんが倒れる瞬間見たんですけど、うん、誰が切ったかわかんないんです。どこ？エンジンです。エンジン、エンジン、エンジン、エンジンのどこですか？エンジンのほぼもコミュニケーションの廊下入る手前ぐらいです。あのちょうど配線タスクの下あたり、道です、もう完全に。ハイブリバイタルを見ていて、うん、停電のタイミングで、テラちゃんが死にました。うん、最初全員生きてて、あ、生きてるわ、直しに行こうかなの時に消すタイミングでテラちゃんが死んで、でその時ケンシは絶対生きてたんでっていう感じ。停電、うんうん、じゃあ起きた時はどこにいました、皆さん？セキュリティでテープアップやってました。慎太郎はアーカイブぐらいかな。うん、ケンさんをセキュリティで見た後、エレクトルから入ってから停電だったかな。フルコンラウンジから、あの手で直そうとして触る瞬間に直ったって感じですね。オッケーっす。じゃあ、寺蔵さんメイン脇でアーカイブ行ったんですけど、慎太郎くん見てますか？見てません。停電なる前です。見てません。オッケーっす。慎太郎フルコンで、あ、まあいいか。うん、剣士の方先ですよ。お、見たら、うん、調べたら、まあ、竹雄さんは絶対無理。あ、スマパイ竹雄無理ですね。はい、一緒に的にで、まあ、トータス発見、ハイブリが今バイタル情報を出してるのを信じてもらえたらぐらいかな。うんうん、あとは慎太郎くんがアーカイブにいる。最終は俺昇降機右。あ、OK、はい。今の超直近キルに関して詰めた方が良さげかなって思ってます。うんうん、であれば、フルコンさん無理っすね。貨物慎太郎フルコンで湧いてて、ラウンジアーカイブぐらいまで一緒で、そこで停電が起こったって感じなんで、多分届かない。で、僕が引き返してますって感じですね。はい、で僕はそこから昇降機右って感じですね。はい。現最後メインのはしご上がって終わってます、エレキから。なんでそれで白取れればと思います。あ、そうですね。直前ゲンさんとエレキでハイブリ見てます。はい。ユキさんは？ユキさんはだからセキュリティ行った後にエレクトリカで、今エレクトリカにいますって感じ。ゲンさんは見てます。これ2択までに絞れないですかね。ユキちゃんは最初キッチン脇やったかな。キッチン脇、そうでトータスと。高田さんだったっけな、一緒に湧いて上に2人とも行ったかなって感じ。うん、そう。ああ、慎太郎さんとバチバチにラインバチバチにラインをつなぐ、うん、バチバチにラインをつないでいくスタイルねえ、うんうん、コミュサーボー、ここ微妙やよな。あ、そう、お、なるほど。ちょっと待って、よし、間に合った。うん、でかい、今のでかくない？ねえ、
これは強いぞ。これは強いぞ。ミーティングに誰がいる？現スナパイさん、トータさんです。この3枚は今回絶対無理です。あ、じゃあもう慎太郎さん、フルコンさんで。あ、じゃあもうハイブリフルコンですね。あ、ちょっと発言したくて、はい、2体ともコミュサボ前にあり、昨日の時点で、スナパイさんがテラちゃんがアーカイブに行ったって言ってたよね。はい。でそれで慎太郎さんの容疑がある上でフルコンさんが発言する前に慎太郎くんがフルコンさんが右側にいるっていうのでかばってるから、これが一偽装だと俺は思っているから、うん、で今慎太郎くんからフルコンさんハイブリって言われたし、俺も慎太郎くんフルコンさんだと思ってるからフルコンさんからするでどうだろう。はい、ですよ、いいと思います。まあ、まあ、かばったっていうか、その宝くんさん切れがフルコンさんができないって言っただけで、タラゾウさん切れはできる位置だったんで、まあはい、じゃあ死んでたな。いやー、死体探しに行くか迷ってたんですけどね。私も迷ってました。いやー、なんかね、ミニオンが4キロとかありえる。そう、音鳴ってたから、俺が行った方がいいかなと思って。ハイブリさん、ナイスっす。ハイブリさんがナイス。このレポートがまた、そう、ハイブリさんの白さを上げてる感じがしますね。ハイブリさんです。これ、スナパイゲントーダスの三郎とかない？ある全然ある。あるある。いや、キルペやば。キルペ早っ。キルペ早すぎ。みんなしながらやってるやろ。早すぎるがあまりに盤面ガン詰まりした。めっちゃ早っ。もうやってるって思って、ね。焦りの門番やったんですけど、ね。ちょっと無理。ここで助かる意味ないよね。はい、ナイス。ナイス。もう言うことは言った。僕も。まあこんだけ白証明すらハイブリさんから処刑できるでしょ。いや。え、こっちねお前ら。トヨレース、トヨレースも早すぎる。そらそうやろ。マジか。あんだけトヨさんするのに貢献したのに。これは好きで。はいや。ものすごいキルペースだ。本当とんでもないペースで。キルペースも投票も早すぎる。このターンタスクやった記憶がないわ。マジ早い。いや、まあもう少し僕キルクルタイム残り7秒ぐらいだったから。あ、そうなんですね。もうちょいですね。これ全然4キルで負ける可能性もあったので。うんうん、確かに。危なかった。ハイブリさんがナイス。うん。ナイスでしたね。途中でバーガータスクの誘惑に勝ったよ。